正義党は2012年10月31日に結成された韓国の革新政党である。2020年実施の第21代総選挙で6議席を獲得し、国会で共に民主党、未来統合党、未来韓国党、共に市民党に次ぐ第5党となった。その後、未来韓国党、共に市民党の消滅に伴い国会第3党となっている。 統合新歩党の比例候補予備選不正受験に端を発する党内構想の結果、党新党を離党した路海さんや陳昌らが参加した新しい進歩政党推進会議や劉自民を中心とする旧国民参与党勢力を主体として2012年10月に結成された進歩正義党を前進とし、2013年7月21日の党大会で現在の党名となった。 韓国型社会民主主義の実現を目指すとしており、社会民主主義を施行している。シンボルカラーは、進歩正義党時代は、紫朱色と緑色で、正義党になった後もしばらく使われていたが、2014年1月に、黄色に変更された。比例候補不正予備選後、統合進歩党は、党指導部選挙を経て、反主流派である、今日初め校を代表とする指導部が発足。 当刷心を図った。しかし、不正選挙の当事者とされる主流派議員2名の除名案が議員総会で否決されたことをきっかけに、共代表は旧主流派と決別した新党結成を表明した。8月7日、陳賞や露海さん、劉自民などが参加した新歩政治革新の会を発足させ、旧主流派を除いた広範な新歩勢力結集を図ることを決定した。 9月16日、革新の会は推進会議に転換することを決定、新党結成に向けた動きを強化した。10月14日の推進会議の会合で、同月21日までに、度的な新党を結成、2013年度中に労働会や、新歩勢力を結集させた新党を、改めて結成することを宣言した。透明については、新新歩政党推進会議や、 労働福祉とおよび社会民主党など9つの案が出されたが10月7日に発足した総統準備委員会で党名を進歩正義党とすることを決定した。同月21日に決闘大会を開催、全党員による賛否投票を経て12月に行われる大統領選挙の候補に陳賞を選出した。 大統領選挙候補者登録最終日の11月26日、陳はムンジェイン支持を表明して立候補を辞退することを表明。12月2日にはムンジェインと陳省が会談し、民主党と正義党による政策連合を実現することで合意した。2013年3月14日、安全企画部 X ファイルに関連し、通信秘密保護法違反に問われていたロカイさん。 共同代表に対する最上国審で懲役4ヶ月、執行猶予1年の有罪判決が確定した。有罪判決確定によって、ロ共同代表は議員職を喪失することになった。ロ共同代表の議員職喪失によって行われることになったアシュゲンク平選挙区補選では、前年の韓国大統領選挙における有力候補者の一人であったアンテッシュが当選し、 失った議席の回復はできなかった。補選直後の5月2日には、院内代表である、京春党が離党を表明したことにより、正義党の国会議席数は5議席となり、進歩党を下回って、第4党に交代した。6月16日、正義党は革新党大会を開催し、進歩政治革新7大体国民約束を、 採択するとともに、現在の、進歩正義党から透明を改正する案件も、全員一致で採択した。党大会で採択された7大体国民約束では、進歩党の候補者予備選不正事件で発覚した、派遣主義と北朝鮮に対する姿勢、民主労務差との関係に対する反省を踏まえ、北朝鮮の非核化推進、平和体制構築に逆行する動きに、真っ向から批判し、 党と労働運動の関係を正常化することが盛り込まれた。7月21日に行われた革新党大会にて党名を正義党に解消、ロブゲン政権時代に大統領府報道官を務めた先考選を党代表に選出した。2014年3月に民主党とアンテッシュ率いる旧新政治連合が統合新党結成を表明したことに対しては、 参加する意思がないことを明確に示した。また元代表である、露海さん元議員がマスコミとのインタビューで、選挙制度改革を前提にするなら、統合を検討するとしたことに対しては、趣旨と内容が誤解されて伝わっており、党内では、そのような議論がないと一線を引いた。同年6月に行われた、全国同時地方選挙の主戦場となった。 ソウル市長選挙と軽機動知事選挙では、自党候補が出馬することによる野党勢力分裂の回避、統合新党の市長、知事候補者になる可能性が高い僕現準、ソウル市長と金層羊猿全軽機動教育官が、比較的進歩成功の人物であることも考慮して、候補者を立てず。二川でも新政治民主連合の市長候補である、総英基地を支援する一方で、 前回2010年の全国同時地方選挙で野党統一候補として当選した正義党所属の東区と南道区の区長が新政治民主連合の支援を受けた。しかし選挙では新政治民主連合にの支援を受けた新川市東区と南道区の区長が僅差で落選、ウルサン広域市長候補であった長召主も落選、基礎議会議員11名を当選させるに止まった。 地方選挙直後の7月に行われた国会議員再補選では代表の選考選や前代表の露海さんなど6名が立候補、野党候補一本化を図るため24日に選、公選ほか一名が立候補を辞退露海さんは新生自民主連合候補の辞退で野党統一候補となったが当選者を出すことはできなかった2015年7月18日に行われた 党代表選挙で、全院内代表の陳承を新たな代表に選出した。同年11月22日、正義党は統合革新政党の建設を推進してきた国民の集いや、進歩結集プラス、労働政治連帯と統合党大会を開催、統合政党としての正義党が発足。常任代表には、旧正義党代表の陳承が就任した。 2016年4月の第20代総選挙では、地域区で、路海んと陳昌の2名が当選、比例代表では4名が当選し、合計6議席を得た。2017年5月9日の大統領選選挙では、党公認候補の陳昌が201万7458票、得票率6.17%を獲得し、進歩政党の大統領候補として、 それまで最高だった2002年大統領選の件、A 基地の957,148票、得票率3.9%を大きく上回った。2018年6月13日の統一地方選挙では、広域自治体議員比例代表選挙の政党得票率で8.97%を得て、共に民主党と自由韓国党に次ぐ3位となった。 公州市と全羅北道では共に民主党に次ぐ第二党となった。当選者数も4年前の地方選挙では基礎自治体議員11人だけだったが、今回の選挙では広域議員11人と基礎議員26人が当選した。進歩正義当時の党指導部は最高委員会による集団指導体制をとっていたが、2013年6月に行われた 革新党大会で代表1名と副代表3名による代表単一指導体制に変更する党検討機改正案を採択した。2018年8月27日に YouTube に公開された正義党の広報アニメ動画が新海誠の短編アニメクロスロードの複数のシーンと告示していたことからこの広報動画がクロスロードの 核心をほぼ丸写ししたトレーシングにより制作された疑惑が韓国国内で持ち上がった。これを受けて広報動画は同月29日に削除され、同月30日に正義党は報道発表にて広報チームの担当者が新海誠監督の熱烈なファンで勝手にトレーシングを行ってしまったが、その映像の問題を発見できずに配布してしまった。 責任を深く痛感するとトレーシングを行って、投与したことを認め、知的財産を侵害したことで、新海誠と、ファンに迷惑をかけたとして公式に謝罪した。2018年11月6日、正義党のチェソク報道官は、日韓協力委員会に所属する、塩崎康久衆議院議員が、法官時に、各党の議員らに徴用工裁判の判決について、 問題提起を行った件について、集大、非常識とし、到底もっかできないと批判を行った。http コロンスラッシュスラッシュ www.justice に一度と org スラッシュ go スラッシュススラッシュ八スラッシュ五九七七五。米全国民主労働組合総連名六百十三地方選挙民主労部里進歩制。 政党の地方選挙の共同要求案と民主党、総候補、支持候補発表の記者会見、ありがとうございます。